はい、これがフェラーリデートナの SP3 というね、車でして、まあ、こちらがそのフェラーリデートナの SP3 が、こちらになります。これも、まあ、買ったばっかなんですが、この SP3 のデザインは1960年代レースカーを模範としており、デートナの SP3 はフェラーリの歴史的なスタイリングの要素と現在のモデルからの手がかりを総合させた特徴的な風力的に設定されたデザインを備えています。低く設定されたラップ&フロントガラスは T35 とリンクしており、ダブルフィーグレッグレスレッドフロント、ウィングは 512S、712、312P などスポーツプルスタイプを回せます。T3、T4 シリーズがインスパイアされた前後フィンガー上、デートレス T3 の前は1967年デートレス時間耐久レースで優勝したフェラーリ 330T4 耐久レースカーをベースにしています。前は 330T4 を現代風ダンディしたもので、特徴的な低いドライバーのシートポジション、高くなったフロント、後部アーチ、ダブルトップデザイン、この材は前後で一連の水平フェンドと予想される SP3 の後部の特徴的な外見である。330T4 の後部通気口からもインスピレーションを得ています。フロントデザインは部分的に隠されたヘッドランプと黒目のフロントエッジラインに起こったライトスプリットを行為されています。ヘッドライトにはライトの上半部に覆う部分的なカバーブレードが組み込まれています。ライトがオンになるとカバーブレードが、収納されるという、そういう特性的な車で、限定台数の車ですね。まあ、こういう風にスーパーカーの中でもトミカは得意なので、こういう限定車だったりどっかから見つけていくんですね。で、こうやって完売するという、そういうところがトミカの良いところとあると思うんです。それは他のミニカーメーカーでもちょっと負けてないですね。ホットビリとか、マゼラットとかでちょっと負けてないと思って、そうやって他のミニカーメーカーである意味ないような車種っていうのを、あのスーパーカーなんかで限定車とかそういったものを見つけて出してくるっていうのが得意で、まあ、そういったところがなかなか面白いなという感じですね。なので、このデートの SP3 っていうのも特徴的で、このかっこいい感じですね。これを黒の、形にはなってるんですが、まあ、こういうね、内装とかのかっこよさがあって、面白いなという車で、初回は多分赤だと思うんですが、まあ、これはこれでなかなか面白いなという車です。どうもありがとうございます。